踊る、さんま御殿に出演お笑いコンビ爆笑問題の田中裕二が6日放送の日本テレビ系バラエティ踊る、さんま御殿に出演、タイパ重視 Z 世代の東大大学院卒のアイドルウニウニ、ミラーに激しく反論する場面があった。この日の放送は受験戦争を勝ち抜いた有名人スペシャルとして、東京大や慶応大など名だたる名門大学出身の有名人13人が登場。今すぐ役に立つ勉強法や人には真似できない独自の勉強法などを語り尽くした。受験トークから話題は時間がもったいないと何事も時短で考える Z 世代の考え方に、東大出身の河野玄斗は音楽を聴く際もサビを知った上でいいなと思ったらイントロから聴くと発言。これにヒャダインは若い世代が歌詞を全て見ないとも解説した。続けて河野が世の中に曲が溢れすぎててというと、田中はえ4分だよと苦笑いだった。またウニウニがアニメとかもそう、面白くなかったら12話分の時間がもったいないからと話し始めるや、田中が何がそんな忙しいんだお前ら、何の時間だそれ、無駄で上等じゃねえかと激怒。さらにウニウニがネットで何話から面白くなるか調べてから視聴するというと、田中はネット信じすぎなんだよ、ネットのやつが正しいとは限らないだろ、自分の感想でやれよ、自分が面白いかどうかだろと噛みつき、さんまから田中さん興奮しすぎとなだめられていた。